とりあえず本当あの下に行きたいけど、あの下に行くとちょっと戻るのがめんどくさそうなんで、ちょっとこの辺をチラ見して、じゃチラ見して、怖えな。あ、でもこれ初都化になるんじゃね？これあの、茜って場所じゃね？おお、いいっすね。あ、やったぜ。これで開くようになったけど、これでもしかしてかがり火近いんじゃね？一旦これで戻ってもいい感じ？なんだよ、ここで一旦じゃあ録画やめりゃよかったよ、さっき。ちくしょう。世の中思い通りにならねえってか。お？待って、これどういう道だったっけ？こんな道だったっけ？こっから来たっけ、俺。やばい、記憶喪失。これこっちどうだったっけ？こんなとこ通ったっけな？なんかあそこに怪しいもんがあるけど、ここはあえて行くまい。お？おお、なんなんだここは。なんか教会？はあ、なんかすごい、なんだろう、微妙に既視感があるんだよな。なんか絵画がありそう。どっかから狙撃されそうなんだよな。あ、ここあれか、サルバーンと戦ったところか。はあ、じゃあ、上がり火すぐあの下やんけ。で、こいつがどうせあれなんだろう。分かってる分かってる。えい。本当に出てくるやつがありますか。あ、ちょっと待って。見えない見えない。ひー、怖え。おお。えい。おえい。2回でよろけるか。おえい。うっ、壊れたかと思った。ひえ、ういうい。最近流行りの投げナイフ。あぶね、今の危なかった。お、なんで当たらんねん。投げナイフがはかどる。でも今のは完全に切った方が早かった。お、金枝。なんか、杖系だから、今回の俺にはあんまり縁がなさそうだけど、一応チェック。サリバーンだった。サルバーンじゃないよ、サリバーンか。ほう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 。さあ、武器であるとともに魔術の杖であり、信仰攻撃力とし、魔術の糧とする。いや、魔術系の杖なんすね。じゃあ、このレバー何？お？あ、お？まさか！おお、こんな素敵なショートカットが。でもあそこの化粧トカゲ倒す。あ、なるほどね。ここ通じてたのか。なるほど、なるほど。見つけてよかった。これでなんとかちょっとこの4万を一度お持ち帰りできますわ。あ、待てよ、待てよ、お前。お？愚者の奇跡。そんなのもあんの？なんか今回の石よくわかんねえな。愚者の武器は方向技量を持ち、FP をごくゆっくりと回復する。愚者なりに勇気を得るのだろう。ほう。今回いろんなのがあるんだね。なんか面白いけど、どれ使うか悩んじゃうわ。まあ、ね、全然今使ってねえけどさ。さあ、ちょっとこれで一旦、あそこのところに行くことで、ショートカット。なるほどね。ふう。あ、ここにレバーあったの全然気づかなかった。ああ、いや、これで一旦ちょっとかがり火休もう。元気しまった復活するんかい。とりあえず、こいつを倒して、危ねえ。楽しい感じに死んでったな、あいつ。この下のアイテム取りてえな。これだから、こうしてダッシュ！くるりん。で、ここで見事な着地を見せて、この辺のアイテムはなんかないのかな？この辺はない。なので、そのまま下に降りて、ちょっとダメージ。これはこれで。で、お、竜狩り系か。おー、大弓系は地味に好きだけど、なかなか使えないね。使いづらいというか。で、この屋根に降りたら、
あ、ここにまた帰ってくるわけね。おおお、よーし、とりあえずもう一回これで今度こそ続きに行きましょう。で、で、で、こっちだな。ほい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 、でっかい塔やな。でもこれ絶対さ、俺来たことあると思う。これアノールロンドじゃねっていうレベルだよね。あれ、でもあれ、いけない、レバーないから、キリキリキリってできない。このメッセージを見ていいんだか、ネタバレか、それともなんか本話かネタか、あ、だよね、そうだと思うんですけど、俺がどっかがば、あー頑張ってた。そう、ちゃんと前作を、前々作をやっていれば分かる、この仕掛け。で、前作やっていたから分かったよ。だけど、頑張りそうだったよ。懐かしい。これアノルロンドではないのか。でも、スモの武器あったしな。謎が謎を呼ぶ。ああ、でも完全にこれそうじゃないですか。完全にこれ、ね、アノールのロンドじゃないですか。まんまじゃないですか。寒くなっとるやん。めっちゃ雪積もる世界になっとるやん。いやー、ダクソワンの世界をまさかこんな綺麗な高画質で見れることになるとはね。あれ、これじゃあマジでワンチャンなんか知ってるようなボス出てくるんじゃねえのっていう。おっと、なんもない。いろいろ崩れとんやな。だがあっち側への道は健在か。あー懐かしい。なんかスモーとかさ、オンスタインとかがこの先に本当にアノルロンだった。こっからアノルロンだった。わお。しかもどの道ここでも変わりがあったのかいっていう。まあええけど、別にいいけど。一回ってか考えたね、これずっと忘れてる。もったいねえ。これしてこうでやるとこんな感じ。よし、とりあえず行くでー。でも巨人さんはガードしてないの。巨人はガードしてないけど、人気種ガードしてたね。まあ、人気種がいる前である程度気づくべきではあったけど、やべやべ、来てる来てる、やばいっす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 。二人の連携はきついんだから。飛びすぎ飛びすぎ、鉄抜けすぎ。おう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 、落ち着けよ君たち。君たちちょっと良くないね。おうやおうやおうや、痛いですね。兄さん、状態きついわ。今がチャンス。お前はもう来られてる。痛い。そんなに飛ぶんすね。ね、どうしようもねえ。カンノですわ、君たち。防戦一方になった途端のこの暴れん坊将軍やから、どんどん銀騎士系のものが揃ってるし。かけらか、大かけらの方が欲しいんだけどな。ふう、扉は開くんか、開くんか。仕掛け、前もそんな感じだった気はする。力尽きた戦士の大きな層。これ昔こっちに鍛冶屋さんおられたんですけど、なんかこれなんか光なかった気もせなかった。デーモン系はいなくなってんだね。なんか前白いデーなんか槍持った白いデーモンいたけど、あらやだ、もうまんまノルロンドじゃないですか。あ、鍛冶屋さんはどうなってるんですか。はあ、鍛冶屋、ああ力尽きたのか。名前忘れたけど、お前いいやつだったよ。痛い、もう痛いって出た。夢も希望もありやしね。そうか、安らかに眠ってくれ。エモーションで安らかに眠るってどうやるんだろう。ないから、とりあえずこれで安らかに眠れ。今までありがとう。はあ、ちょっと悲しいものを目撃してしまったが、 とりあえずこの上攻めてみるか。こいつ可愛かったのにな。 あそこにまだ宝箱あるのかな。もうないか、さすがに。
懐かしいなーって、なんかそれこれへんべっちょべっちょしてない、なんかうんこ、もしかしてあいつのうんこ、誰かのうんこ、あいつのうんこ、誰のうんこ、これぐっちょぐちょしてんだけど見る影もない。昔のあの宗教すごい、うわなんかすっげースライムいるし、これ上にワンちゃんいるんじゃねえの、怖い怖い。あれここ直されちゃったの、前この辺の窓ガラス割れてて通れたのに。あいる、なんかいるんだけど、これってあいつかな、前も見た気がする。えいや落ちてった。じゃあの、おお怖い怖い、なんかこれすげえぐちょぐちょだね、不気味。前はすげえ綺麗なとこだったのにな、まあ、この辺のやつを昔の俺が殺しちゃったからもうひでごとになってんのかな。ん？そんなバカな、あ、いけないって。前は何だったっけあそこ、火がすごい火がすごい火がすごい、ギリギリ俺に当たらない。おう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 、ここ最悪の場所だな、行きづれえやりづれえ。そう、これどうする、どう抜ける、どう抜けていくよ。あそこにあの蜘蛛もどきもいるし、ここからワンチャン俺に攻撃当たらない、いや当たりそうで当たらない。ということは奴を弓で狙える大作戦、めっちゃこっちまで来ちゃった。えい。あ、めっちゃこっち来た。あははは。おお、めっちゃ切れる。怖い。ビビる。ウィーヒヒヒ。一方的にやってやるぜ。あ、ワンチャン、ワンチャン食らってきてきそうだ。えい。いいよ、ヘッドリーやがるね。いいぜ、いいぜ、はい、いいぜ。どれどれどれ、一方的に攻撃されるとこ教えてやるよ。これはでも早くですね。月光の矢だって。さてと、あとはこの辺のやつらでも狙うか。おっと危ね、スライム多いな。よいしょ、エルドリッチの赤石だって。赤石、赤石っていうとなんかね、あれなイメージだけど、なんか HP が低くなったら強いゼマン、致命攻撃的に HP を回復する。へえ、これ地味に地味に便利な気する。これしてみるか。言うてあれだけどな。で、とりあえず、お、これは、あ、この辺の仕掛け、もう今一瞬解除した。この辺の仕掛けはあんま変わってない感じか。お、一個だけで OK。オッケー。あの、クモちゃんをあっさり倒しちゃったから、この仕掛けもあっさりいけたな。よしよし。これでショートカット一個完成ですわ。スライム、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 いやー、いやー、落ちてきたー、やだー。なんかそのふわーってなってない、待って霧もあるじゃん、早いな。あー、こっちにもいるー、スライムどもめ、うんうん、熱い、熱いよー。おお、後ろにいるー、もうスリリングが、なんだスリリングたまらない。えい、めんどくせえな。まあ、スライムよく見たらめっちゃいる、上に超いる、下手に突っ込んだらもうおだぶつや。なんかなんだこれ、なんかちょっと光ってね、いける。おお、エストのかけらくる、見逃しかけてた、危ねえ。わあ、もうスライムしつこい、うえい、
でもちょっと待てよ、これは熱い切りに行っちゃうとな。あ、ちょっと邪魔邪魔。あー、違う。あーデブは邪魔。いいよ、はい、デブ邪魔。お前も邪魔。ちょっと待って、ちょっと体勢立て直させてや。これ自然とあっちから行ってたけど、こっち側だったら逆にどうだったのかっていうね。昔はこっち側がむしろ最初に進む場所だったからね。こっちはこっちに道が、やばい、なんか強そうなのいる。おお、なんか赤い銀、赤目の銀騎士。こいつ本気やで、本気ヤード。ちょっと HP 高いマンだわ。恐ろしいやつだ。ういええー、一発っていうほどでもないか。結構食らってたな。リベンジ、こんな野郎調子乗りやがって。あ、これ落とさないよね。足立ては避けたい。ウィーいいぜ、その攻撃いいぜ。残念だな、その攻撃が命取り先行くか。意外とね、このエルドリッチの赤石のさ、知名度期の HP 回復が結構でかい。思ったより使えるぞ、この指は。ああ、いいっすねって感じ。やっぱもっとね、パリーを狙える男にならなきゃあかんってことなのかもしれないですね。まあ、ケツ砲って取っても HP 回復するからね。主人公のその重さ加減が伺えるけど。もう頑張ってこっち来たら何もないんかい。いや、きっとこれの反対側にはアイテムが隠れているはず。隠れてない。はい、終わり。こっちはこっちでなんか道あんな。ていうかやつ、またソウルがめっちゃあるな。どれどれ。あ、開かない。そもそも開かない。これはあそこのボスを倒さんとあかん系かな。どうしよう。また録画、また撮り直し中なのに、これ、行かなきゃいけないやつじゃね？かがり火に。まあ、でかいのいないね。よし、じゃあとりあえず一旦かがり火で戻ってレベルを上げた後にボスに突っ込むわ。そうしよう。あの、こいつらがまたいるのめんどくせえな。まあいいか。コウラキ突貫します。だー、スライムもきっと落ちてくるから気をつけたいところ。ルンララルン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 ブル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 。入ってくる。あ、エルドリッチなのかよ。ん？お？なんだこいつ。お、あ、は、いや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 。ふう。ひょう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 。お、跳ねる跳ねる。いや。